マリアエヴァ・ドゥアルテ・デペロンは、アルゼンチンの女優、政治家。私政治として生まれながら、フワン・ペロン大統領と結婚し、ファーストレディとなった後は政治にも介入するようになった。現在でもアルゼンチン国内では、人気が高く、親しみを込めてエビータと呼ばれる。マリアエヴァ・ドゥアルテは、アルゼンチン、パンパス草原の貧しい村、ロストルドスで、 バスク系アルゼンチン人の未婚のコック、フアナイバルグレンと最大者である農場所有者、フアンドゥアルテとの間に生まれた5人の死生児のうちの一人として、誕生。首都のブエノスアイレスから離れた田舎町不妊で育つ。15歳で家出をして、ブエノスアイレスに上京する。なお、高等教育は受けていない。水着グラビアを飾るエブエノスアイレスでは、 日系人カフェで女給をしながら、当初は水着グラビアや広告モデルなどのモデルの仕事をしつつ、高級売春婦としても、生計を立てていたが、1930年代後半頃より、次第にラジオドラマの声優や映画女優として、活躍し始め、B 級、メロドラマ映画や、ラジオドラマ、エルムンドに出演していた1943年に、 パーティーで、軍事政権の副大統領兼、国防大臣兼労働局長の肩書きを持つ、フアンドミンゴペロン大佐に出会う。以後、政界に強い影響力を持つペロンの愛人として、過ごし、その日後のもとで、自身のラジオ放送番組によって、ペロンのミニシュー向け政治宣伝を担い、第二次世界大戦下で、中立国として連合国と数軸国の双方へ、 牛肉の輸出を行うことで膨大な外貨を稼いでいたものの、度重なる製片と汚職により、貧富の差が大きかったアルゼンチンで、貧しく無学な労働者階級から大きな支持を得た。なお、その後使われるようになったエビータの愛称は、ラジオドラマの頃から使われ始めたものである。第二次世界大戦終結直後の1945年10月に、 中南米に強い影響力を持つアメリカの支援を受けたエドアルド・アバロス将軍によるクーデターが起き、ペロンは軍事裁判で有罪判決を受け刑務所に服役したが、エヴァはペロン支持者の支持の下ラジオで国民に向かってペロンの釈放を呼びかける。このような動きを受けて支持母体の弱かったアバロスが10月21日に政権を放棄したために、 ペロンは釈放され、10月26日にペロンと結婚した。選挙母体であるアルゼンチン労働党の支援で選挙戦を戦ったフアンドミンゴ・ペロンは、翌1946年3月28日にアルゼンチン大統領に就任した。大統領宮殿、カサ・ロサダから演説を行うエヴァペロン・フアン・ペロンと、共に演説を行うエヴァペロン・オットのフアンドミンゴが、 大統領に選出された後、ファーストレディとなったエヴァは、高等教育も受けておらず、またその権利も正当性もないにもかかわらず、夫の地位を背景に、積極的に国政に介入するようになった。正義党への支援票を増やすべく、夫の指示を受けて、婦人部門を組織させた上に、女性参政権を導入させ、労働者用の住宅、個人、 養老院などの施設整備を名目に、慈善団体、エヴァ・ペロン財団を設立した。また、ミシン、毛布、食料などを配布するなど、再分配によって、ブルーカラーの労働者階級を主な支持層とした、ペロン政権の安定に大きな貢献をした。これらのことから、特に、アルゼンチン国民の多くを占めるブルーカラーの労働者階級から支持を受け、エビータと、 愛称で呼ばれるようになり、当時のアルゼンチンで最も影響力のある人物となった。しかしエヴァによる再分配の資金は税金のみならず、労働者や企業から半ば強制的に取り立てた献金によって賄われていたため、アルゼンチンの経済に大きな悪影響を与えた。また、財団を利用した蓄財や汚職の疑いも受けている。さらに、 仮想階級出身でまともな教育も受けておらず、しかも選挙で選ばれたわけでもないのに国政に参加していたこと、経済状況も顧りずに、講師混合の再分配を行っていたことなどから、中流層以上の知識階級や富裕層、群上層部から大きな批判を浴びた。また、水着モデルで、元高級売春婦、愛人というその経歴から陰、陰売、 成り上がりと非難を受けた。カトリック信者がそのほとんどを占める、保守的な、ラテンアメリカの土壌においては、女性として政治において活動的すぎる人物とみなす、ものも多かった。笑顔のペロン夫妻1947年6月6日より、レインボーツアーと呼ばれたヨーロッパ外遊を行う。スペインやイタリア、 バチカンやイギリスなどを訪問し、スペインのフランシスコ・フランコ総統や、イタリア大統領など、多数の国家元首と会見した。これは、第二次世界大戦において、中立国でありながら、アドルフ・ヒトラーやベニート・ムッソリーニと親しみ、数軸国よりの姿勢を保ったことから大戦後に、ファシストの一員としてみなされた、ペロン政権を、ヨーロッパにおいて、イメージチェンジする。 大規模な広報活動であった。なおこの際に、大戦中に蓄えた外貨をこれらの諸国にばらまくと、共に、エヴァへの国章の授与のほか、元首や国王との公式版参会の開催を依頼した。イギリスは選挙で選ばれたわけでもない上に、寄与方編が激しかったエヴァとの公式版餐会を開催することを拒否したほか、バチカンも、 法王との会見は言ったものの勲章を与えなかった。エヴァの人気に期待をかけたファンは、1951年頃より、エヴァに副大統領の地位を与え、さらなる政治的権力を得ようとした。この動きに対して、政府内におけるエヴァの影響力の増大を嫌う軍部は、危機感を募らせたが、直後にエヴァが子宮がんと診断を受けたこともあって、 フ安ンはそのポストを与えることを断念した。ペロンの就任演説の時は、病状が重いため、直立できるようなコルセットを装着、分厚い軍服を着て、壇上に立っていた。体重は3 3ラムにまで痩せていたという。ブエノスアイレスで行われたエヴァペロンの葬儀の、列ミイラ化されたエヴァペロンの遺体1952年、エヴァペロンは、 死がんによって33歳の若さで死去した。ブエノスアイレスで行われた葬儀には数十万の市民が参列した。また、エヴァの墓の建立のために寄付金が集められたが、台座のみが作られて終わった。その後、遺体はエンバーミング処理を施されて展示された。フアンペロンは、その3年後の1955年9月に、軍事クーデターにより、大統領の職を追われ、 フランシスコ・フランコ将軍による独裁家のスペインに独裁者仲間のアルフレド・ストロエス・ネル大統領が国を治めるパラグアイ経由で亡命した。後、エヴァの遺体はイタリアのミラノへ空輸され埋葬され、16年後の1971年に遺体は発掘され、スペインに空輸された。亡命したフワンペロンは、その後、スペインで元ナイトクラブ歌手のイサベルと再婚する。 ペロニスタと呼ばれる支持者はその後もアルゼンチン国内で影響力を持ち続け亡命から18年近くも経った1973年7月に前大統領が辞任したことを受けペロニスタ政治家たちがペロンに対しアルゼンチンに帰国して大統領選挙に出馬するよう請願するその後行われた大統領選挙にペロンが勝利して同年10月に 再び大統領に復帰し、副大統領には、自らの妻であるイサベルを就任させるが、帰国後わずか1年後の1974年7月に、病死する。その後1976年に発生した、軍事クーデターによって、イサベルが失脚すると、エヴァの遺体はアルゼンチンに返還され、ブエノスアイレスのラレコレッタ墓地、ドゥアルテケの墓に改装された。なお、 ブエノスアイレスには彼女の遺品などを展示したエビータ博物館が存在する。2012年からは100アルゼンチンペソ紙幣の肖像画として登場している。彼女を特に慕うペロニスタはエビータ運動という彼女の名を冠した政党を作り、現在連立与党にもなっている。スーツ姿のエバペロン税金から支出させた金、さらに基金から横領した金をもとに、 クリスチャンディオールなどのフランスの高級ブランドを愛好した。そのことを隠そうとさえしなかったのが、帰ってすがすがしいと思われたのか、主に貧困層からなる支持者たちはあまり気にしていなかった。また、裕福なアルゼンチン人の例に漏れず、モータースポーツを愛好し、1951年の11月にアルゼンチンへしばしば商用で訪れていたスイス人のレースドライバー、 チーロ・バサ・ドンナから、希少な、マセラ・ティエ 6G-1500 を購入した。なお、エヴァの死後の1953年に、アルゼンチン政府は、著名な行動レースの、彼らパナメリカーナ・メヒコに、エヴァの横顔を描いた、ポルシェ356、エンメモリアでエヴァ・ペロンを出走させている。正式名シユダー・エビータ。夫のフアン・ドミンゴ・ペロンが、大統領の時に、 労働者のために建設した都市。エヴァの右側を模している。エヴァ・ペロンの生涯は、ミュージカル、エビータで描かれた。ティム・ライスの作詞、アンドリュー・ロイド・ウェバー脚色、作曲による作品で、エレイン・ページ主演で、ロンドンのウェスト・エンドで、初演、2900回上演のロングランとなった。また、パティル・ポーン主演で、ブロードウェイ公演が行われ、 こちらも1567回上演のロングランを記録、他10カ国で上演された。ジュリー・コビントンの歌もヒットした。日本では劇団四季が断続的に上演している。蒸気ミュージカルをもとに、マドンナ、アントニオ・バンデラス主演、アラン・パーカー監督の映画、エビータも作られ、マドンナの歌う主題歌、アルゼンチンを泣かないでと共に、世界中で高く評価された。 しかし、アルゼンチンではあちこちに、マドンナ、カイレの落書きが溢れ、反感を持つ者も,も少なくなかった。なぜなら、エヴァを、今なお崇拝している者が多くいた他にも、南アメリカ諸国に根強い反米的感情に基づく、ものや、この映画のシナリオが、マドンナ演じるエヴァが、善行を行うのを、 アントニオ・バンデラス演じる、チェがその下心を指摘して笑うという、いわば二面性を持った演出を柱にしていることから、今も、なおエヴァを慕う、アルゼンチン人には、そのエヴァ評価が受け入れられなかったからであると言われる。アルゼンチンでも、映画、エヴァ・ペロン・エビータの真実が作られている。ファン・カルロス・でサンゾ監督、エスター・ゴリス主演による。米国で、フェーダナウェイ主演による。 テレビドラマ、エビータが作られている。舞台日本で、舞台、ラストダンスブエノスアイレスで、聖女と呼ばれた悪女、エビータの物語が作られる。石丸幸子演出、水夏き主演、ありがとうございます。